時は来た。ここか。なんであなたが。時の海王神。トランクス、あいつを止めて。はい。トランクス。甘い。私は私の正義を遂行する。あいつはまずいことになったわね。この木は、いや、we'll be right back.
といて。いいぞ、敵の戦闘力を上回った。君が成功だ。君のチームの攻撃だ。ボタンを押せ。ミラクルパーフェクトだ。君の勝ちだ。連携効果で戦闘力が上がったぞ。やるじゃないか。君、今の試合、俺はグレートサイヤマン3号、君と勝負だ。
は行く。全力でぶつかってこい。サウンドアップ。作戦フェーズでは攻撃に参加するカードを決め、アタックエリアにカードを置くと、置いたカードは攻撃に、ここがアタックエリアだ。まずはお互い3枚のカードを攻撃に出して戦ってみようか。アタックエリアにカードを置いたね。 A ボタンを押せばいよいよバトルスタート。よし、作戦決定。敵の戦闘力を上回った。君が先行だ。君のチームの攻撃だ。チャージインパクトバトルが発生したぞ。ゲージを多く残せた方が勝つ。タイミング押しの勝負だ。君の勝ちだ。やるじゃないか。君の勝ちだ。やるじゃな。チャージインパクトに勝利すると、右上に表示されている俺の体力をゼロにしたら君の勝ちだ。敵のチームの攻撃だ。ボタンを押せ。パーフェクトだ。君の勝ちだ。カード成功。敵の攻撃時にチャージインパクトで勝利すると、攻撃をガッ。ラウンド2。バトルの先行後攻は戦闘力で決まるんだ。戦闘力を見ながらカードを自由に動かしてみよう。前に行くたびに気力ゲージを1メモリ消費してセット。それでは戦闘力が1万2000以上にできるか試してみせてくれ。戦闘力1万2000以上、さすがだ。よし、作戦決定。いいぞ、敵の戦闘力を上回った。君が成功だ。君のチームの攻撃だ。ボタンを押せ。パーフェクトだ。まさかここまでとは。ゲージを最大で止めるとパーフェクトになると、パーフェクトが出ると防御時には受けるダメージ、チャージインパクトバトルではいかにパーフェクトを出せるかが重要だ。君の勝ちだ。連携効果で戦闘力が上がったぞ。いい攻撃だ。敵のチームの攻撃だ。ボタンを押せ。パーフェクトだ。君の勝ちだ。カード成功。ラウンド3。前のラウンドで気力を消費したので、そのまま戦ってもいいバトルは期待できないな。気力がないと戦闘力を上げられないし、何より気力が少ないまま敵の攻撃を受けると、敵の攻撃を受けると2倍のダメージを食らってしまうから、だからサポートエリアでしっかり気力を回復。ここがサポートエリアだ。一旦サポートエリアに戻して気力を回復してみようか。おっと、大事なことを伝える。アタックエリアが空だと敵からの攻撃、好きなカードを1枚だけアタックエリアに出しておこう。移動が終わったね。完璧だ。よし、作戦決定。しまった、
敵の戦闘力がこちらを上回っている。敵が先行だ。敵のチームの攻撃だ。ボタンを押せ。君の勝ちだ。いいガードだ。君のチームの攻撃だ。ボタンを押せ。パーフェクトだ。君の勝ちだ。やるじゃないか。記憶も十分回復できたようだし、必殺技を使うにはヒーローエナジーを貯める鍵は戦闘力だ。どうするかわかるかな？戦闘力が3000を超えたのでヒーローエナジーを獲得したぞ。残りのカードも使ってヒーローエナジーを3個貯めてみせてくれ。必殺技の発動に必要なヒーローエナジーの数はカードによって違うんだ。そうだね。このラウンドで決着をつけるぞ。 A ボタンを押して全力で勝負だ。よし、作戦決定。いいぞ、敵の戦闘力を上回った。君が先行だ。必殺技はチャージインパクト。このチャージインパクトは特に勝敗を左右するぞ。君のチームの攻撃だ。いい攻撃だ。
君の力を貸してほしい。